ェスターウルフスタディオンよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況トンカビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。笛が吹かれてスタートです。トップの対レスター、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかの決勝トーナメントです。ダニーロ、大きく縦へ、裏へチップ、サイドからチャンスメイクしたいですね。ボールつながります。ルリッチ、ベリテンベロ、もう一つ前に行きたい。パスは通りません。まあ落ち着いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。ペレス、ダニーロ、ロメロ、サイドを使う、いいボールですね。ボールを受けます。足元狙う、ボロいですね。これは繋がりませんでした。ボロトゥーレ、ペリペンダロ、ダニーロ、ロメロ、縦にボールを送ります。ケインからのパース、アゴスティーニ、チオーマー、サイドのスペースを使う、フリーですよ。チオーマー、中上げられるか、ですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。ロングフィードで狙う、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。スペースへ出す、サイドからチャンスメイクしたいですね。抜けてくる、どうだ、まだいますよ。一人で駆け上がる、ここで受ける、アゴスティーニ、ペリペンベロ、ポケナンポシ、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半0対0。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。レスターとしてはここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。少し遠くても1本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味ではそういったことも必要になってきますよね。0対0のまま後半に入ります。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。レスターとしては早めに仕掛けていきたいでしょうね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。味方を走らせる、ハーフナーに渡ると呼んでいた、ダニーロ、ケイン、アゴスティーニ、チオーマー、
ゴスティーニ、もう一つ前に行きたい、ルーズボールになります。ミゲウベローゾ、ハーフナーペレス、右サイド上がっていきます。コーナーキック。しかしチャンスは続きます。決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ここまでのところ全体的にシュートが少ない試合展開ですよね。まあ、ここからどちらが無理して攻めていくかっていう状況じゃないでしょうかね。注目したいですね。スルーパスを出す、トッテナムとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。柔らかいボール、チャンス、決まった、先制、レスター。ここへ来て試合が動きます。やった、決まりましたね。最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん、見事な駆け引きで勝利しましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。さあレスター、この重要な試合でまず一歩リードしています。フェリペ・メロ、縦へのボール、どうだ、シュート、来た、追加点、レスター、レスター決めました、追加点。最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。トッテナムベンチに動きがあります。さあレスター、さらに1点を追加し2対0としています。まあ、1点取った後またさらに追加点、こういった意味では狙いとしては最高ですよね。チャンスだ、香川、うまいですね。ここはカットします。ふわっとしたボール、抜けた、もういい形ですよ。中央へ、ディフェンダー集中力いいですよ。ここもしっかりディフェンスしました。レスター、この残り時間、戦い方としてはどのような手段がベストでしょうか。もう時間を稼ぎつつ相手に対応していく形でいいんじゃないでしょうかね。
この場面では失点することが何よりも怖いですから、ディフェンス優先に考えていった方がいいですよね。ゲット、トッテナム後半終了の直前、いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。なるほど。レスター、ここでベンチが動きます。さあトッテナム、もう1点いけるか。あと1点ですからね、いってほしいですね。ここまで来たらレスターとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。アゴスティーニ、長いボール縦へ、打つ、おっとルーズボール。あ、クリアです。自身上を口に加えて、今試合終了です。2対1、レスターなんとか1点差で勝ちました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。レスターとしては見事アウェーで勝ちを収めましたけども、こういったやりにくい状況の方が逆に燃えるっていうようなチームなのかもしれませんよ。とにかく価値のある1勝をものにしましたよね。そうですね、ありがとうございます。